その中の約 65%、まあ、7割近く、うちらかな、はい、っていうのが必要ですけど、まあ、ゲイですね、はい、広い、広いですよ、わあすごい、届いてから翌日にはこの先とは渡しできる、早いね。セカンドストリートです、どうぞご覧ください。私たちセカンドストリート、本日はですね、群馬は高崎の方に来ておりましてですね、はい、早速なんですけども、うん、12月1日、うん、世界エイズデーでございます。前回、去年の動画でもね、お世話になった方々をね、ちょっとご紹介していきたいなと思います、はい、株式会社 GME 医学検査研究所総括部長馬場さんと、そして臨床検査技師性感染症学会認定士の大広さんでございます。お久しぶりでございます。よろしくお願いいたします。1年もぶりぐらいですよ、本当に、うん、で、いろいろね、梅毒の機能だったりとか、うん、ネイジャー部の話だったりとか、いろんな話を、ね、この動画がまた結構好評で、うん、皆さんね、コメントの方もね、たくさんいただいたりとかしたんですけれども、改めましてお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。まあ、12月1日は世界エイズデーということで、皆様に、ね、今一度またね、知っていただきたい、うん、そしてまたもっと詳しく知っていきたいっていうのもありますし、今回は、GME さんの会社に来させていただいてるんですけども、今ここで撮影しているのが研究所、はい、ラボですね。で、奥の方に実際の検査場があるんですけども、うん、後でね、そちらの方もね、ちょっとね、ツアーで ね見させていただけるということで、改めてなんですけども、 GME さんというのはどういうところなんでしょうか。我々 GME は郵送検査というものを行っている会社になります、はい、で、我々が専門としているのは、はい、HIV 含めて性感染症だったり、はい、あとがんの検査を行ったり、あとこのコロナ禍の間に、PCR 検査が先だと思うんですけども、はいはいはい、コロナの PCR 検査自体も弊社の方で行ってきました。実際その HIV っていう、その現状っていうものはどうなんでしょうね。どれくらいいるかの前に、どれくらい国内で検査しているかっていう話をちょっとさせていただきたいんですけど、はいはい、まず HIV の検査をする手段って、はい、まあ、皆さん多分思いつくのが保健所、はい、病院、はい、で、この2つに加えて我々がやってるのは郵送検査、うん、この3つが主な HIV 検査の手段ってなってます、うん、はい、その中でも数は保健所と郵送検査が圧倒的に多いです、はい、保健所の検査のことからお話ししたいんですけども、はいはい、去年お二人とお話しした時に、はい、うん、保健所での HIV 検査数が激減してますっていうお話をしたと思うんです、うんうん、はい、思い出した思い出した、確かにそうだ、うん、その理由って覚えてらっしゃいますか。郵送検査がめっちゃ増えた。ちょっと違う、ちょっと違う、はい、でもだからコロナとかの影響じゃないですか、外にちょっと出れないとか。そうですね、まさにその通りで、うん、コロナが流行ったので、まあ、そもそも人がまず外に出なくなったとか、うん、確かに人に会いたくない、ない、うん、ので会えない、うん、その検査所、保健所に行かないっていうところと、うん、もう一つは逆に保健所がコロナの検査に追われて、うん、HIV 検査の無料検査とかをまず実施できなかった、この両面で保健所の検査がガクッと下がった。下がったんだ。去年お話ししたのは HIV の感染者数はガクッと減ったんですけども、それは実は検査数も減ってるから、なるほどね、陽性者の数も減ってるんだよってお話を昨年分かってないだけってことですね、はい、させていただきました。で、どれくらい減ったかというと、はい、コロナ禍前の2019年は保健所の検査は全体で約14万2000件、14万2000件ぐらいですね。多いですね、はい、2021年5万8000件、なので3分の1ぐらい近いぐらいまで激減してしまいました。若干去年2022年は少しやっぱり人の動きも戻ってきたので、うん、ね、検査数少し戻ってきて7万2000件ぐらい。それでもそのピークよりも半分、はい、第二の手段として郵送検査が今注目されてるんですけども、はいはい、去年、うん、郵送検査の HIV 検査は14万5000件、うん、え、郵送だけですか。郵送検査業界全体で、しかも HIV だけでってことですよね。他のかあれとかじゃなくて、はい、改めて気になるのが、うん、どれぐらい感染してるかのかっていうのを一応聞きたいんですけど、はい、去年、新規に HIV に感染した方が、はい、632名いらっしゃいました、はい、多い。ただ2021年は740名だったので、減少傾向にはあると言われています。これは
実際は感染率っていうのも下がってきてる。おそらくそうなんじゃないかとは言われてるんですけども、うん、やっぱり人の動きが、まあ、去年ぐらいから、まあ、戻ってきただったりとか、あとは梅毒とか大流行してるじゃないですか。大流行しましたね。他の感染症が大流行してるのになんか HIV だけすごく減少してるっていうのもおかしいんじゃないかっていうふうに専門家の方々はおっしゃっていて、まだちょっと実態はつかめてないんじゃないかな。なるほど。なので、まあ、減ったからもうこれからも減るよねっていうわけではないんじゃないかと、はい、じゃあ HIV どんな人が感染するか、うんうん、というお話。お、一応内訳としては男性が 96% ほぼです。ほぼです。はい、もうほぼですね。はい、でその中の約 65%、まあ、7割近くですね。うちだかな。はい。っていうのがちょっと変ですけど、まあ、ゲイですね。はい、はい、男性間の性交渉を行われる、うん、はい、同性での、そうですね。なるほど。はい、ただ2021年に比べて2022年は異性間ですね、男女の性交渉で、はいはい、HIV に感染した割合っていうのもわずかなんですけれどもちょっとずつ増えてっていうのもあって、まあ男性だけが気をつけるっていうわけじゃなくて、やっぱりまあ女性ももちろん気をつけましょうっていうところはちょっと視聴者さんに伝えたいところ、まあ、HIV って聞くとどうしてもエイズっていう言葉もねやっぱ出てくると思うんですけれども、はい、HIV とエイズという違いとかいうのもまた改めてちょっと聞きたいなと思うんですけれども、はい、HIV というのはエイズを発症させる原因のウイルスの名前になります。なるほど。エイズっていうのは HIV に感染した人がだんだん免疫力が下がっていくので、うん、普段はかからないような感染症とか、うん、まあ、がんになったりとかっていう状態になったことをエイズっていうふうに言います。はい、HIV が進むとエイズになるっていう感じになってくるのかな。発症することをエイズという。そっか、まあ、HIV に感染して、うん、発症するとエイズ。で、HIV はどんなことから感染するんでしょうか。まあ、HIV はまあ大きく分けて3つの感染経路がありまして、うん、はい、まず1つが、まあ、性的な接触による感染、はい、あとはその血液感染、はい、とあとは母子感染、母子感染の3つの経路があります、はい、性接触っていうのはやっぱり、まあ、性行為をして性行為、はい、なんですけども、はい、まあ、セックス以外にも、うん、まあ、オーラルセックスですとか、はいはい、アナルセックスですとか、はい、そういったものでも感染はします。ごめんなさい、私やっぱセックスとアナルセックス一緒だからさ。自分らの中で言うとやっぱり一番わかりやすいのがコンドームの着用ですけど、他にも何かありますか。感染しないためにするものというか、治療薬をあらかじめ飲んでおくっていう、プレップって言われてる、はい、っていう方法で、まあ、防ぐっていうこと、と、まあ、あとは、まあ、感染してしまった時に、まあ、なるべく早く気づくように、まあ、定期的な検査っていうのが重要かと思います。それ大事ですよね、やっぱり、まあ、その予防ももちろん大切ですけれども、うん、やはり定期的な検査というものは本当にとても大事だなと思いますけど、うん、これがまた気になるんですね。 HIV、AIDS と言われるものの治療だったりとか治るものなのかというところはやっぱ聞きたいんですけれども、HIV の治療に関してはいいお薬がありますので、うん、ずっと飲み続けることにはなるんですけども、 HIV 感染してエイズを発症っていうことをかなりずっと遅らせるっていうことはできます。なるほど、うん、はい、プレップっていうものはやっぱり HIV っていうものに、とても特化してるところですよね。はい、予防薬として。そうですね。なので HIV には有効なんですけども、うん、梅毒ですとか、うん、クラミジアとかっていう他の性感染症には効かないので、うん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 、HIV だけなんだ。コンドームとかっていう予防法は必要にはなってきます。でもとてもとてもやっぱりプレップがあることによってやっぱりちょっといろいろ進化してるような気がします。なんかいろいろ、まあ、せっかくなので、うん、ちょっとね性感染症、いわゆるね梅毒だったりとかっていうこともちょっと聞きたいなっていうふうに思うんですけれども、梅毒がすっごい昨年ね、すごい急増しているということだったんですけれども、うん、今年2023年の傾向はどうなんでしょう。梅毒の昨年、うん、梅毒が1年間で報告された件数が約1万3000件の報告がありまして、はい、これ自体も過去最高でした。はいはい、今年2023年は、まあ、7月の半ばの折り返しの計測の時点で7500件。あれなんか増えそうだね。なのでちょうど倍すると1万5000件ですよね。っていうペースなので、まあ、間違いなく今年も過去最高の感染者数になるであろうと言われています。
なんでなんでしょう。そんなに梅毒って言葉をまずそんなに聞かなかったじゃないですか。そこまで多くなかったのに去年増えて梅毒っていう言葉をすごい耳にするようになって、ニュースだったりも取り上げられて、なおまた今年も増える。なぜ？去年までは理由の一つに中国でも梅毒ってすごく流行ってたんですね。でコロナが明けて訪日の観光客がすごく増えたので持ち込まれたんじゃないかっていう説も結構の有効だって言われてたんですけど、はいはいはい、それは最近は否定されて、否定されたんだ。なるほど。で専門家の間で今主流な説としては、まずマッチングアプリ、これはまあ男女問わずですけども、マッチングアプリが、はい、普及して、うん、で不特定多数の人と性交渉をするようになった。みんな好きね、はい、それと、風俗店の利用によって、広まっているっていう説が濃厚と。風俗店のじゃあ利用が増えたってことですか？そうです。多分コロナがまた収束して風俗店の利用もさらに、やっぱりコロナの間に風俗店ってかなり稼働が落ちたんですけど、今はだいぶ戻ってきてる、溜まってる分をちょっと。そうですね。はい、ということでね、いろいろ今知識をね、いろいろね得ましたけれども、うん、実際のその検査キットというものなんですけども、こちらでございます。女性用と男性用というふうになっておりまして、両方とも6項目と検査ができる。こちらは、はい、これは6項目って何が検査できるんでしょう？ HIV と HIV 梅毒、梅毒、リンキン、リンキン、クラミジア、クラミジア、トリコモナス、カンジダ、カンジダ。去年パッケージ何でしたっけ？白でしたよね。貼りましたよね。ありがとうございます。気づいていただいて、お客様に実際にアンケートもいろいろ取って、はい、お客様のご要望に合わせて、うん、パッケージをリニューアルしています。こっちも変わってます。はい、これも新パッケージでございます。検査キットが入ってるとは思わない。思わないですね。そうです。お客様のアンケートで一番多かったのが、うん、やっぱり性感染症の検査キットなんてこう外見から知られたくない、はいはい、だったりとかっていうのがすごく多かったので、確かに今回はちょっと分かりづらく、はい、これ実際ちょっと開けてみましょう。まずこちらが男性用でございます、うん、中に何かいわゆる検査キット的なものが4つ入ってますね。こちらは HIV だったり梅毒の検査をする血液を取る、はい、ちゃんと絆創膏までついてますし、優しい。こっちが予備なんですね。そうですね、青い方が予備です。これ予備は何で予備がついてるんでしょう？初めての方はやっぱりちょっと怖かったりとかする方もいて、血液うまく取れないっていう方がまあいらっしゃるので、はいはい、そのためにまあ予備のものをつけてる。なるほど、はい。中に変装用の袋も入ってまして、はい、これパチンとやったらこちらはどうするんでしたっけ？その使ったものは医療用廃棄物といって、うんうん、個人のお宅では廃棄できないものになっているので、うん、それは弊社の方に検体と一緒にその使ったものも全てお戻しいただいて、はい、こちらの方で廃棄できますので、そのための変装用の袋になってます。なるほど、はい、こちらは？こちらは男性の検査なので、こちらが尿を取る。こちらは？こちらは陰茎を少し拭うというか、まあ、いわゆるね、いろいろ入ってますけれども、はい、中に分かりやすく取扱説明書、そして問診票までね入っております。こちら検査の申し込み書と、まあ、採取した、資料を入れて、はい、またこちらに入れる。これこちらの医療廃棄物も一緒に入れておかないかな？全部一緒で、はい、入れて返すということで、はい、もうポストに入れて終わり。ああ、ということで次は女性用、うん、でもやっぱり女性もね、やっぱり検査をしてほしいっていうのはね、先ほどね、先ほども話しましたけど、こちら HIV と梅毒、はい、そうです、が、男性のものと変わらないものですね。はい、で、女性用ですね。違うものがあるね。うん、入ってるよ、なんか、うん、こちらは何でしょう？男性は尿で検査をしてたんですけど、はい、女性のリンキンクラミジアは、はい、この、綿棒を、はい、使って膣内の分泌液を、はいはい、拭っていただいて、この黄色い粉液が入っている容器の中に綿棒を入れていただいた状態で変装する。あ、こっちは捨てちゃっていいところですか？これ綿棒は柄の部分は切れるようになってる。あ、こっちが1本だけ。なるほどね。予備用が1個ついてるってことですね。そうですね、はい、これはそちらもやり方としてはほぼ同じで、はい、拭っていただくような形。これも中、はい、これが予備、はい、うん、まあ、どちらにしよう、もうこちらに取扱説明書、そして問診票があって、で、まあ、男性と一緒ですね。まあ、先ほどのなんかキット、説明したキットが中に入ってる、うん、まあ、男女兼用というものになってますね。はい、でそちらが
直腸の分だからこれはまたちょっと違うのかな、さっきの。あの HIV と梅毒と、うん、あと直腸、肛門で検査するリンキンとクラミジアの検査があります。なのでこれは、はあ、男性同士で性交渉する方、まあ向け向けなんだ。はい、なんと GME さん、今回はね、セカンドストリートと、ね、コラボキャンペーンをしていただけるということで、はい、ありがとうございます。先ほど紹介した5つのね、検査キットの、コラボキャンペーンということで、うん、11月28日から、12月26日まで GME さんで HIV 検査を含む一部検査キットを 10% から 15% 引きで、提供をさせていただくと。はい、ありがとうございます。ということで特設サイトがですね作られていますので、そちら概要欄の方に貼ってますので、概要欄の方から飛んでいただくと、また詳しく HIV だったりとかいろんなものが書かれてますので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいと思います。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひぜひ概要欄から飛んでね。はい、ということでいろいろね聞いてきましたけれども、今回はですねツアーに行きたいなというふうに思いますけれどもね、うん、ここが実際の検査室ということで、これなかなかだって入れる場所じゃないですもんね。そうですね、確かに確かに。ということで、はい、実際によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。広い、広いですよ。わあ、すごい、なんか見たことないような機械が早速目に入ってきますけど。ということで、まずドカーンとあります、この機械は何なんでしょう。こちらの機械はですね、グラミジアとリンキンを検査する機械になっております。実際はこんな形で、こちらのものっていうものが、まあ、実際の検体ですね。検体、いわゆる送ってきていただいた、はい、血液みたいな。どういう手順でこう検査が行われていくんですか。今実際入りますよね。すごいすごい。これも検体ということですか。あ、こっちは検査試薬の方です、ね。試薬、検体のその目的の、まあ、クラミジアとリンキンの遺伝子を調べるための試薬、はい、薬、そうです、ね。へえ。じゃあそれ中で混ざり合うってことですか。はい。そうです、ね。実際に今これで完了したので、スタートの今押してもらいましたので、ここから始まるんだ検査が。はい、動き始まります。大体1回で何人分をどれぐらいの時間で検査できるんですか。今これは94人分、94人分、はい、96穴があります。そこにその必ず陽性になるコントロールっていうのと陰性になるコントロールっていうのを入れますので、あ、96からマイナス2にして94人分が秋に検査できます。時間的にはどれぐらいで。この機械でクラミジアとかリンキンの中にある細胞の中にある遺伝子を取り出す操作をやっております。あ、じゃあこれだけで検査結果が分かるわけではないです。ああ、これは取り出す作業の機械、はい、へー。で、取り出したものをこちらの小型の機械なんですけども、ほう、こちらの機械でその、まあ、コロナウイルスで有名になった PCR 検査、はいはい、を増幅させて検出する検査法で、この中でじゃあ実際検査をしていくわけですね。はい、で検査したその結果というものがここに映し出されている。はい、へー、もうこの機械でやった後にこれ使ってトータルで1回のこの90何人分は時間的な、3時間半ぐらい。結構かかる。嘘、もうちょいかかると思ってた。半日かかるのかと思ってた。じゃあ1日にできる、確かに人数って決まってきますね。まあ、そのために2台あって大量に今処理できるように。結構2台あるかな。じゃあ4時間ぐらいで、まあそうですね、200人ぐらい。今ここ第一検査室という場所なんですけども、うん、次の場所第二検査室というものがあるんですね。はい、次はじゃあ第二検査室の方を考えていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ということで、こちらが第二検査室だそうです。ちょっと入ってみましょう。はい、こちらにもまた大きい機械がめちゃめちゃ動いてるありますけれども、はい、ここは何の検査をするところなんですか。こちらの方で HIV の検査ですとか、梅毒病の検査ですとか、血液を扱った検査を。あっちは血液なんだ。あっちは尿だったりとか、その体液だったりとか、ね、はい、こちらでは血液を使った検査なんだ。こちらは今何をしてるんですか。お客様から送られていた検体を機械にかけるための準備を、はい、
行っております。で実際にあの手続きをお客様から採取していただくときには、はい、ロシーにスクリーニング検査用ロシーというものに、こちらの丸いところに血液を取ったものをこっち染み込ませる、はい、マジ少量でいいんですよね。そうですね。あ、ちょうど今、はい、ここに入れて、こういう流れだろうね、多分ね。これ、こっちの方では何が行われるんですか。ちょっと実際の動きを見ていきましょう。まずはこちらに今サンプリングが終わったものが出てきました。はい、あれそれが行くんだ。今これが行くところですね。で、右の方に移動していきます。もしかしてここに来るのかな。あ、そうです、あ、ここに来るんだ。到着してからまたこっちに行くってことですか。そうですね、こちらに行きまして、で、ここのところにまあ、向こうで検査試薬っていうものが、あ、先ほどあったやつだ。HIV のバージョンの試薬と梅毒のバージョンの試薬、はい、まあ、これ取り出して、はい、あ、でここで混ぜてんだ。そうですね、でそこにそのカップに見てみたいと、ちっちゃい検査試薬を入れようと混ぜて、ちっちゃい、え、早い、早い、全然追えない、全然分かってない、全然分かってない。もう6個ぐらいのものが動いてるもんね。まあ、この穴一つ一つ一つに それぞれ違う検査ができるようになってますので、じゃあここだけで48個ぐらいが同時に、第一検査室と違って、はい、こっちのエイズのやつとかはこの機械でもう完結する、はい、陰性かどうかも全部、はい、でじゃあ質問なんですけども、はい、まあ、届くじゃないですか。どれぐらいで検査されて結果まではどれぐらいの時間なんですか。基本的にはあの届いてから翌日には検査結果がお渡しできる。早いね。うちらとかだとやっぱり こういうところにやるよりもやっぱり病院とか検査場とかの方が精密度高いかったりとかするのかななんて、まあ、素朴な疑問なんですけど、はい、実際にこの精密度ね、時間も早いし、こちらの精密度っていうのがどれぐらいなんですか。まあ、実際その病院とかでもこういう機械を導入して検査の方をやってますので、うん、なるほど。機械としてはその同じような検査精度で、なるほど。いや、いい体験ができました、うん、普段見れないのに。すごい、ありがとう。はい、はい、ということで、まあね、いろいろお話を聞いたりとか ツアーとかね、行ったりとかね、しましたけれども、どうでしたか今日は。改めてやっぱり梅毒とは、まあ、性感性症とは HIV とはっていうのをやっぱり改めて知れたから本当にいい機会だし、うん、ツアーがねやっぱりちゃんとこういうので検査してるんだっていうところはすごいね、多分視聴者の人も見れて安心だしね。確かに、まあ、達也はね、なんかまた今一度こういう風に話を聞くタイミングというのをもらえて、なんかやっぱり自分の体をやっぱり大切に予防するのも大事だし、検査をやっぱり定期的にするのも大事だし、まあ、そう、自分の知識のアップデートだったりとか、うん、いろいろ考えられてよかったなっていうふうに思います、うん。まあ、この動画をね見てくれてる人たちもそういうふうに思っていただけたら嬉しいなというふうに思ってて、うん、まあね、定期検査してるしとかっていろいろ思ったりとかすると思うんだけれども、こういうふうに知識を聞くとまたいろいろまた考え方も違ってくるのかなっていうのも、友達とかにもねぜひぜひ進めていただきたいなというふうに思います。コラボキャンペーンのね、詳細だったりとか、まあ、その先ほどの性感性症のね詳しい、またね、まあ、うちらのコラボページまた新しくできているそうなので、概要欄の方からまたチェックしていただけたらなというふうに思います。はい、ということでレッツ GME。 男は東京、女は愛嬌、おかまの最強、乾杯、疲労困憊、将来心配、ブスあったブスね、背負い投げ、のっけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。